はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いします。詳しい解説が気になる方はお手数ですが、音量を少し上げてお楽しみください。それでは参りましょう。はい、それでは本日はこちらの新作のお猿の成就を狙っていこうかと思います。はい、まずはお猿のジョージ定番の首寄せですね。いつもはワンサイズでっかいお猿のジョージですが、まあ、このジョージもとりあえず首で寄せていきましょう。ちょっと反対になってしまいましたね。ちょっと一旦撤退しましょうか。はい、で改め初期位置ですね。ただこいつ2周でして、片一方帽子をかぶってるんですよね。なので帽子をかぶってる方に、交換していただきました。そして今度は頭をまずは透かし寄せですね。帽子ぶっ刺しを狙いたいのですが、ちょっと位置が悪かったので、少しだけ頭の位置を、はい、いい感じに変わりましたね。はい、これで今度は奥アームが帽子の射程範囲に入ったので、ちょっと刺していきましょうか。奥アームをぶっ刺して、アームボディでジョージボディを抑え込む。これですね、いい感じです。これ、ぶっ刺さっております。くれるでしょうか。惜しいですね、今の完全に刺さっていたのですが、遅延できていましたね。ただ少しだけ景品が遠かったですね。あと5センチ10センチ取り出し口に近ければゲットしていたのですが、まあしょうがないですね。さて下半身を引っ張っていきましょうか。さてどうでしょう、これは引っ張っていくイメージですが、まあまあこんなもんですかね。真ん中にとりあえず来ましたね。で今度は首で位置を寄せていきましょうか。ジョージのこれ5は首なので、まあ、サイズが小さい方がちょっと暴れやすいので、さほど頭ばっか掴んでもゲットできるというわけではないのですが、まあちっちゃくても大きくても攻略法としてはほとんど一緒ですね。はい、と肩に刺さって失敗しましたね。もう一度しっかり今度狙いましょうか。まあ、狙いとしては帽子がぶっ刺せるラインに入ってくれればなというところですね。これもしっかり頭もつかめそうなので反応が出そうですね。あーどうだ、これはおっと一気にまさかのシールドに乗ってきましたね。はい、これジョージのその重心がシールドに完全に乗ってるのでチャンスですね。ここはクルリンパではなくつまみ寄せでいきます。パワーもそこそこあったのでちょっとつまみ寄せを選択しました。はい、完全にゲットでしたね。はい、リプレイで見ていきましょう。本来であればクルリンパ狙うのですが、パワーが強いのがちょっと分かっていたので、そして左アームが脇にさせる位置だったので、これはまあ間違いなく問題ないなと思ったのでこのパターンを狙っていきました。で寄せてアームが上がった時点でもここでもう取り出し口ほぼ丈夫ですね。ですがなんか脇にアームが引っかかってか結構放り投げてくれてたので余裕の寄せでゲットでしたね。はい、新作ジョージ700円、まあ悪くないですね、ゲットです。はい、そして今度こちらジョージの、ポーチですねを狙っていきます。はい、というわけで、今回、攻略法は攻略法なんて P クレーンゲームは7割運というタイトルでやっております。そうですね。基本的には、まあ一応攻略法というのは存在するのですが、まあ、最終シールドに乗ってから最後フィニッシュだけしっかり、分かっていれば正直ゲットは可能なんですよ。なので、この辺は適度に例えば真ん中を掴んで、真ん中を掴んでっていうとタイミングを見計らう感じですね。なので、これも正直真ん中掴んで何かをやっているわけではないんですよね。アームサイズと景品サイズがほぼ一緒なので、基本的には攻略法っていうのはないんですよね。であとはちょっと運任せで狙っております。
これはどうだ、ちょっと微妙でしたね。一旦撤退しましょう。そしたらまさかの裏向きでここの位置で放置されておりました。のでとりあえず紐を狙っていきましょう。おそらく無理だとは思うのですが、なんか意外と引っ張っていきますね。これあるかもしれませんね。もう一度紐で引っ張っていきましょうか。まあ紐がちょっと長いのでもしかしたらシールドが越えれないのかもしれないですが、まあやることはありそうなので、あるな。はい、綺麗に越えていきましたね。はい、リプレイで見ていきましょう。まあ、紐が長すぎたのもあったのですが、アームも、サイズがちっちゃかったのでその分引っ張った際に上まで引き上げてくれましたね。まあこれも結局はあのどなたかのハイエナ状態なので、まあ裏向けてくれた方にありがとうっていう感じですね。はい、無事に紐でリュック定番の紐引っ掛けでゲットですね。はい、では無事にゲットです。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで続いてはこちらの、BTS のタイニーテン、タイニータンでしたっけね、ちょっと詳しくは知らないんですが、を狙っていきます。でこれ奥のディスプレイゴリゴリに当たるんですよね。なのでまずはちょっとイジイジしてから時間ギリギリまでちょっといろいろイジイジして、さあどうだ、ちょっと時間がなくなったので景品を狙っていきましょう。まあ、こちらの景品はアーム寄せですね。左をアームで寄せていくって反応を見ていきます。さあどうだ、おっと来ましたね。シールド角ですが一気にチャンスタイムです。これスタッフさんを呼べばよかったのですが、まあそのままプレイしていきました。で一応これも寄せですね。アーム本体をシールド上部ですねにしっかり置き、つまみ寄せを狙っております。どうだ、はい、無事にゲット。リプレイで見ていきましょう。これはなかなか気持ちよかったですね。私つまみ寄せがすごい苦手なのでなかなか決めれることが少ないのですが、これはアーム本体も取り出し口上部におるので、あとは引き上げてさえくれればゲットだったんですが、いい感じですね。本当にギリギリシールドが超えれましたね。というわけでまあ200円ですが、運からの最後フィニッシュですね。フィニッシュさえしっかり学んでおけばゲットできますので、はい、続いてもう一度同じ台を狙っていきます。それはどっちかというと今度はディスプレイですね。後ろを見ておいてください。今これですね、アクリル板取っちゃいました。これちょあるあるですね。これ届くのをゴリゴリやった後にまた景品を一旦狙うのですが、奥アームがシールに刺さり、ちょっとこれは失敗ですね。はい、でちょっとディスプレイをいじいじしてみましょうか。ただ届かなさそうなので景品を狙っていきます。落としてもあまり意味がなかったですね。ちょっとすごい周りの目が気になるのでささっと片付けてしまいましょうか。おっとこれも奇跡でそのままゲットしそうだったのですが、頭の重心がフィールドに残ったのでそのまま行きませんでしたね。でこれ本来であればスタッフさんに平行移動をしてもらうのですが、これしてもらうとちょっとややこしいのでそのまま狙っていきましょう。はい、頭をしっかりくるりんぱでスタートだ。はい、無事にゲットです。リプレイで見ていきましょう。これ平行移動頼んだ時になんでこいつのアクリル板が落ちてるのかっていうちょっとざわざわするので、もうここは無理やり狙っていきましたが無事大丈夫でしたね。重心が頭残っていましたが、まあ、パワーもあったのでしっかりくるりんぱをすることはできました。というわけで2体目、これもほぼほぼ運ですね。運からのフィニッシュ、フィニッシュをしっかり覚えておいて皆さんちゃんとしっかりゲットしてください。はい、そしてこちら、名前は知らないのですが、確かこれが一番人気の子なんですよね。私ちょっと分かりませんが、これも一応寄せで狙ったのですが、やはり人気のキャラだったのでアームパワー弱くかったですね。はい、それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。